いやー乱世乱世どうもミスターブシトでございます本日は光る君へ登場人物解説三条天皇編でございます はい、この三条天皇お、まあ、平安時代の天皇の中でも非常に稀有、まあ、な存在、まあ、かなり異例の存在なんですよね。在位期間はわずか5年しか、あ5年余りしかないんですけどもお、本当にですね、この三条天皇のことを調べるとですね、まあ当時のこの石関政治、うん、特に藤原道長というね、男が、まあ、どれだけ恐ろしかったかっていうことがね、よくわかりましたので、えー、こうね、三条天皇のことを知った上で今後ね、光る君へ見ていくと、まあ、より一層ドラマも楽しめるんじゃないかと思いますので、えー、今回もですね、えー、歴史上の実 人物の解説をしていきたいと思います。それでは行きましょう。三条天皇の解説でございます。さあ、この三条天皇。 後の時代のですね、愚冠章という記録の中で、逆さまの王子とね、言われてしまっている、まあかなり特殊な天皇でございます。はい。愚冠章というのはね、鎌倉時代の僧侶、慈炎僧侶がね、書いたものでございますよね、えー。鎌倉殿の13人にも登場しましたけども。はい。あの慈炎僧侶はね、えー、藤原氏のまあ人間なんで、結構藤原美意なんですよね。なので、この藤原の道長と対立した三条の天皇の方はちょっとね、まあなんか悪く書いてると言いますかね、当たりが強いんですけども。 逆さまの王子なんて言ってね、まあ、揶揄してるわけでございます。はい。なんで逆さまの王子って言われてるか、あなんですけども、この三条天皇が、東宮ね、皇太子になった、関南2年の、986年の時に、この三条天皇、まあ、当時は安田だ新皇でございますけども、安田だ新皇は、11歳で、その時の天皇、一条天皇の4個年上だったんですよね。皇太子ですから、まあ、その次の天皇の候補になるわけですけども、現役天皇の一条天皇が7歳で、 えー、皇太子の、この矢沢親王が11歳っていう、まあ、こう逆さまになっちゃってるわけですね。天皇の方が年下ってどういうことその人の後を継ぐっていう話になってんのに、その人の方が年下ってなんかおかしくねえかと。まあ、このね、おかしな現象をですね、えー、愚感の中では、ま、逆さまの王子というふうに表現して、ま、仁恵壮はなぜこんなことになってしまったんだろうか、なんてね、とぼけてはいるんですけども、まあ、それには、あ政治的なね、えー、非常に重たい理由があったわけでございます。 当時の朝廷は、両党鉄律状態でした。系統が2つに分かれちゃってるんですね、天皇の。冷勢系と円融系、2つの系統に天皇の家系が分かれてしまっていました。この三条天皇は冷勢系の天皇でございます。で、この時の朝廷っていうのは、冷勢系と円融系っていうのを交互に出していこうねっていう、まあそういう暗黙の了解があったんですね。 まあ本来は、霊泉系が本流で、園雄天皇っていうのが一時的に、その中継ぎとしてね、まあ天皇になったっていう人だったんですけど、まあ園遊天皇もせっかく自分が天皇だったんだから、自分のね、子供たちをね、次の天皇にしていきたいですからね、園雄系も今後代々天皇にしていってくれっていうふうに言って、霊泉系と園雄系は交互に天皇を出し合うというね、まあそういう状況になっていました。なので、この園雄系の一条天皇の前の代は火山天皇で霊泉系だったんですよね。 冷静天の、円融天の、火山天の、一条天の、ね。はい。順番号になっていると。 はい。まあ、なので、園遊系の一条天皇の次に来るのは、冷勢系の天皇ということになるんですけども、まあ、この皇太子の年齢がまおかしくなってしまったっていうところには、火山天皇退位事件があったからですよね。火山天皇は17歳の時に天皇に即位しましたが、あその時のね、権力者藤原の金家の暴略によって、わずか2年で天皇の座を退位させられてしまいました。まあ、それが火山天皇退位事件なわけでございますけども、そんな早くにですね、天皇を退位させられてしまったので、この火山天皇には、 その時まだ王子がいなかったわけですね。なので、もしね、この火山天皇に王子がいたら、じゃあその一条天皇の次はその火山天皇の王子が天皇になればいいよねっていう冷静系ですからね。で、順番後に行こうねってなったら、まあこの逆さまなことにならなかったんですけど、火山天皇に王子がいない状態で無理やりこの火山天皇を退位させて一条天皇を耐えちゃったんで、次の冷静系側の東宮候補がい,まいなかったわけですね。 なので、火山天皇の兄弟にあたる、この三条天皇、まあ当時、矢沢親皇が、一条天皇よりも年上に関わらず、東宮になったっていう背景があったわけですね。だから本来だったら、親皇のままで終わっていた可能性が高い人だったわけですよね。そんな一条天皇よりも、まあ年上の状態で東宮だったので、しかも一条天皇、まあ7歳ですからね、かなり長い間、ずっとその皇太子の立場に居続けなくては、 なりませんでした。この三条天皇がようやく即位できたのが、観光8年、1011年になるんですけども、その時ですね、三条天皇、異例の36歳という年齢での即位でした。これはめちゃめちゃ遅いですね。まあ近い時代の天皇を比べてみると、村上天皇21歳、冷静天皇18歳、円融天皇11歳、火山天皇17歳、一条天皇7歳というふうになってますので、まあ基本的にかなり若い年齢で、 この天皇に即位するっていうのが、まあ当時のね、流れだったんですけども。まあその中で異例の36歳での天皇即位ということになりました。 ま、現代で言ったらね、こう36歳、バリバリね、働き盛りのね、年だっていうね、感じもするかもしれませんけどやはり当時は、40代、50代でね、寿命を迎えるということもね、少なくない時代ですので、36歳というのは、ま、だいぶ、まあ、遅い、遅い、え、即位になったわけですね。はい。なので、その、愚感書の中で、え、自炎僧は、ま、三条天皇のことをね、老闘宮っていうふうにね、え、書いたりします。老いた闘宮ってね、いうふうにね、いうぐらいなんで、ま、ちょっと当時、 36歳で天皇っていうのは、まあちょっとね、もうおじいちゃん天皇じゃねえかみたいなね、まあそんな空気があったかもしれません。まあそんな異例の36歳での三条天皇の即位だったんですが、この三条天皇の即位にはですね、まあ、藤原道長が大きく関わっていました。道長が一条天皇を半ば強引に退位させたからこそ、三条天皇がようやく天皇になれたというところがあったわけですね。 まあここで、道長がね、強引に一条天皇を退位させたっていうのはね、なぜわかるのかというと、当時の記録ですね、古記録、ゴンキ、そして未堂缶罰記をね、それぞれ見ると面白いことが見えてきます。ゴンキは、藤原の雪成が書いた日記でございます。このゴンキの中で、えー、雪成はですね、この一条天皇の退位のことをですね、まあ、最初知らなかったというふうに書いてるんですよ。ある日、雪成がいつものようにですね、えー、代理に、 出勤していったらですね、そこで働いている女房たちが騒いでると、大泣きしてる奴もいると、一体何があったんだというふうに聞いたらですね、なんと一条天皇が退位するということを決めてしまいました、つってね、女房たちが泣いてるんですよ。一体どういうことだと雪成は側近中の側近なのにそんな話聞いてないぞって言って、一条天皇のところに慌てて行ってですね、事情を聞いたら、一条天皇は、上位すべしの良しは、一条にすでになりぬというふうに答えたというふうに書いてるんですね。まあこれは、つまり、もう、 一条天皇が上位するということは、すでに決まってしまったことだと。まあちょっとなんか残念そうにこう言ってるわけですね、一条天皇は。で、まあ雪成はすごく驚いて、これ無念に思ってるわけです。そして、この一条天皇の口ぶりからすると、 この一条天皇の退位というのは、自らがですね、えー、望んで退位したというわけではなくて、もう決まってしまったことだからというような言い方ですから、まあ、積極的に自分から退位を望んだというようなことではなさそうです。そして、えー、全く同じ日のですね、未同漢爬記。これは藤原の道長が書いた日記でございますけれども、この未堂漢爬記の中でも、道長がですね、一条天皇の退位に対してですね、驚いているというような描写がなされています。 一条天皇が東宮、つまり三条天皇、その時は家沢親王ですね、東宮に会いに行くっていう話になったのを聞いて、道長はですね、これは五条位のことかっていうふうにですね、その驚いたようなことを書いてるわけですよね。なんでそんな、ね、天皇が東宮に会いに行くんですかと。もしかして五条位の話をするためですかみたいな感じで驚いたように書いてるんですよね。 今期の方では何か大きな力によって一条天皇が仕方なく大義を決めたというような書き方をしている一方でこの御堂漢爬記の方ではまるで一条天皇が自分で上位を決めて三条天皇に会いに行った、いやさわしいのに会いに行った、それを道長が驚いているというような書き方になっているわけですよね。だからちょっと二つのこの同じ日の記録が矛盾していることになるわけなんですけども まあそうなると、まあ、どちらかがね、嘘を書いているっていう可能性が、まあ、高くなってくるんですが、まあ、言気を書いた、雪成りの方にはですね、まあ、別に嘘を書く動機がないわけですよね。まあ、一方で、えー、道長の方は、まあ、嘘を書く動機がありますよね。自分が一条天皇に圧をかけて、無理やり、そうね、退位しなさいっていうふうにね、えー、退位を飲ませたというようなことをですね、えー、道長がわざわざ自分の日記に書いて後世に伝えたら、そんな天皇のね、 対をね、無理やり迫ったのかって非難されてしまいますから、後世の人たちに。なので、道長は書きたくないですよね、そんなことは。だから、まあ、知ららしく、自分は何も知らなかった、みたいな風に書いてるという風に見えるわけですよね。はい。まあ、こういったところから、道長が一条天皇を早くね、退位させて、まあ、自分の孫にあたるんですね、まあ、次の後一条天皇を早く天皇にしたいというところがあったので、こういった道長の動きがあったわけですね。 まあそんな道長の強権によって三条天皇は即位することができたんですけども、まあこれをね、単にありがたいというふうに、ね、思うことは三条天皇にはできませんでした。えー、道長の力が強ければ強いほど、この三条天皇の冷静系は存続が難しくなってしまうというところがあったからですね。はい。冷静系存続の危機なんですよ。まあこの時、道長の孫にあたる厚平親皇、一条天皇の王子ですね。厚平親皇は4歳です。 で、この三条天皇が後を継がせたいと思っている王子の厚明親王はなんと18歳なんですよ。この三条天皇と一条天皇でも4歳差で逆さまの王子だってね、大変なことになったのに、自分の次の世代は14歳差もあるわけですよね。次の王子が18歳で、その次は4歳だったらいいんですよ。次の王子が4歳で、その次が18歳で。 これ下手したら、この厚平親王が、ま、政治にしてね、え、20代、30代まで天皇を続けたら、その間に14歳も年上のこの厚明親王先にね、死んじゃうかもしれないですよね。そしたらもう、ね、この冷静系の天皇誰が継ぐのっていう話になっちゃいますんで、いなくなっちゃう可能性あるわけですよね。 で、道長が力を持っている間は絶対自分のね、え、孫のこの厚平親王を無理やり退位させようなんてことはしないでしょうから、この道長が力を持っている間は、この三条天皇、冷静系っていうのはすごいピンチだったわけですね。で、え、そんな中でですね、え、さらに、え、道長はですね、自分の、政権を盤石にするためにですね、次女の清子をですね、え、中宮として、え、立候補しました。 三条天皇と道長の関係性は、あ叔父と甥いっていうね、間柄だったんですけども、まあその娘を皇后に、えー、することで、まあより関係性を、まあ、近づけたっていうところですね。まあ義理の父親になったわけですからね。まあこれは道長にとっても、まあ三条天皇にとってもね、当時道長が一番力を持ってますから、その道長の おう、とのね、関係性を深めるという点では、まあ,あ、メリットはあったことだと思います。まあ、しかしですね、この、清子が中軍になるとですね、厚明の母である、すけ子の力は弱まってしまいます。えー、当然、そっちのね、すけ子の方と、道長の関係性は薄いですから、そうなってくると、よりこの厚明の次期天皇の座というのは、まあ、厳しくなってくるわけですね。 まあ、系統だけの話を言えば、この清子との間に、もし王子がね、生まれてくれれば、まあ、一応それを冷静系と押してね、後にね、継がせていくってことはできるでしょうけど、まあ、気持ちの問題としては、三条天皇は、ま、厚明をね、次の天皇にしたいと考えていたでしょうからね。まあ、これは、一条天皇が、道長の娘をね、少子との間に生まれた王子じゃなくて、えー、自分のね、愛していた中宮、貞子との間に生まれた、あ、厚康、親王を次の、 交代しにしたい、東軍にしたいっていうふうにね、思ったのと似ていると思います。なので、まあ、非常に三条天皇は複雑なあ状況には置かれていたわけですね。はい。で、そんな中で、まあ、道長のね、戦王をね、このままね、許すものかということで、三条天皇も着替えを見せます。道長への反逆をするわけですね。はい。え自分の、そのね、愛してやまない妻であった、スケコをですね、皇后にいい立候補しました。 これはまさにね、先代の一条天皇の時に、えー、道長がね、その中宮貞子という、まあ、存在がありながら自分の娘を皇后にしたいということで、えー、一定二皇というね、前例を作りましたよね。 一人の天皇に二人の妃というね、そのお前例を作ったので、えー、まあ、異種外しみたいなね、ものですかね。お前もそういうことやってたよなと。だから俺もやるぞということで、えー、三条天皇は、道長の娘である中宮清子に対して、前々から女子であった助子をですね、えー、皇后として、えー、立候させました。まあ当然、道長はね、そんな良い,い思いはしないでしょうね。自分の娘の清子がね、王子を産んでくれるっていうのが、まあ、シナリオとしては一番いいわけですから、うん、このね、えー、助子を出してくんなと。 助子が皇后になっちゃったら、厚明ら親王にも皇位の継承権っていうのが出てきちゃいますから、あちょっとまあ気に食わなかったわけですよね。でも自分がその無理やり、えー、少子を時代させるときに、こうね、一定にこう前例やっちゃってるから、それ三条天皇だけダメなんてことは言えないので、まあかなり苦い思いをしたでしょうね。はい。で、ここで、えー、道長は、 三条天皇の反逆に対して、さらなる嫌がらせを、仕返しをします。このスケ子が皇后として立候補するよというね、その特別な日にですね、わざわざ自分の娘、清子を宮中に参大させるということをやってます。 どっちも大事なイベントなんですよね。スケコを高校にしますっていうイベントと、中宮となった清子をその道長の家から宮中に入れますよっていうね、このイベント。どっちも大事なイベントなんです。だから別々の日にほらやったらやればいいのに、わざわざ道長がぶせてきたわけですね、イベントを。で、まあ当時の苦行たち、貴族たちは、まあ道長の牽制っていうのも知ってますから、まあ、で、どっちにも参加するってことはできないので、同じ日に同じイベントやられちゃってんでね。はい。の選ばなきゃいけなかったわけですよ。で、いやまあ、 今はね、もう道長の方が力持ってるし、もう三条天皇なんてね、もう36歳、えー、だいぶね、高齢の天皇ですから、いつまで続くかわかんないし、これはもう道長についていこうとねで、次のもう天皇だって道長のね、孫のね、えー、厚平新郎ってもう決まってるわけですから、あ道長の方に行こうっ言って、ほとんどの苦行たちが、えー、道長の娘のね、清子三代のイベントの方に行ってしまいました。この、すけ子立皇の儀式にですね、えー、参加したのはわずか4人しかいなかったんですね。 それが藤原の佐根助、高家、金平。 道とね、四人でした。はい。まあ、たった四人なんですけどもね、みんな非常に優れたあ人物なので、まあ、この四人はあ、三条派としてですね、えー、道長と三条天皇の対立の中で、えー、三条天皇を支えていくということになります。まあ、サネスケなんかはね、非常にね、心強い味方だったでしょうね、三条天皇からしたら、賢人婦とね、言われる人ですし。で、この高江もね、その、トイの入校で活躍した、バリバリのね、えー、もう、イケイケの貴族ですから、貴族っていうかもう、武士に近いような人ですからね、高江の存在とかもね、頼もしかったと思います。 こうしたね、えー、少ないながらも、まあ、非常に力のある4人のね、味方を得た三条天皇は、この時ですね、三江助たちに対して、自分がですね、こう、長い間、東宮としてね、不遇の時を過ごしてきたからこそ、今もうね、大人になってこう、天皇になったんだから、天皇として、思いのままに手腕を振るおうと。 ま自分が幼くて何もできなくて、摂政とか関白にね、まあ、任せっきりしなきゃいけないっていう状況だったらしょうがないけど、まあ、くしくも自分が長い間、東宮としてね、えー、不遇の時を経たことによって、えー、大人としてね、しっかりこう天皇として即位できたわけですから、天皇として自分の意志で、えー、こうね、手腕を振るっていこうっていうことを、ここに宣言したというふうに、まあ、正勇に書かれております。 まなので、三条天皇は非常に苦しい戦いではあるんですが、まあ、道長に対してですね、えー、自分で、ね、天皇としてやっていくぞっていうね、強いまあ意志を見せていたということがわかります。まあ、そんなやる気満々の三条天皇だったんですが、まあやはりね、こうね、年齢の、ね、問題なんでしょうか、あわずか5年でですね、退位することになってしまいました。 はい。三条天皇、やる気はすごくあったんですが、ある日ですね、え、眼病を患ってしまうんですよね。え、目を悪くすると。で、薬を飲んだら余計悪くなって、ほぼ失明するような、そんな状態になってしまったそうです。で、もうほとんど目が見えないので、天皇としての仕事がまあ難しいと。で、そこで、え、その当時ね、位が一番高かった道長に対して、え、感想というね、ま、天皇の仕事ですね。いろいろこう報告を受けてね、え、決裁をするっていう。ま、その感想の、ま、代行をですね、え、道長に依頼を をしたんですけども、これを道長は拒否するんですよね。いや私やりませんよってね断っちゃうんですよ。これは明らかにもう道長の嫌がらせですよね。いや私もうあなたのねその三条天皇の助けなんかしませんからと、もうそんなに病気でね私に頼るぐらいだったらもう天皇やめた方がいいんじゃないですかと、まあ、そこまでこう道長はね言ってきたわけでございます。 なんで道長がそんなにね、そこまで冷たく、こうね、三条天皇にしたのか、というとですね、まあそれは、中宮であり、道長の次女であった清子がですね、産んだ子供が皇女だったからっていうのがね、大きかったんじゃないかというふうに見られています。もうすでにね、年も取っていて病にも侵されている三条天皇が、まあこれ以上ね、この清子との間に子供を授かることはまあ難しいという状況の中で、なんとかね、生まれてくれた子供がですね、王子ではなく王女だったんですよね。 もし、これが巫女であれば、道長の外孫孫になるわけですから、まあ、道長にとっても、ああ、じゃあ、次のね、冷静系の次の天皇は、そのね、自分の孫の清子が産んだ王子でいいじゃないかっていう話で、まだ三条天皇を助けるう、まあ、理由があったわけなんですけども、生まれたのが皇女であれば当然天皇にはつけないので、まあ、道長にとってはもう三条天皇を助けてあげるメリットが何もないわけですね。 もしね、三条天皇を助けてあげても、次のその冷税系の天皇になるのは、自分とはね、直接血のつながっていない、えー、厚明らしいのになりますから、まあ、道長らしたら他人ですよね。まあ、そんなもう他人の家に力を貸す必要なんかないですよね、ということで、えー、道長はもう三条町に見切りをつけて、えー、こうね、顔病を患ってね、えー、苦しんでる三条天皇のことをこ助けてあげることはなかったというわけでございます。 まあ、とはいええー、三条天皇もですね、まあ、このまま無駄無駄とね、引くことはできないというふうに思ったんでしょうか。もう、道からが退位を進められてもですね、おめおめとね、下がることはなく、道長とね、激しく交渉を繰り返して、まあ、なんとか、自分が退位した後の東、東宮に、自分のね、王子であった、厚明ら新皇をつけるという条件を道長に飲ませました。 だ先ほど言ったように、もう道長からしたら、もう厚明ら新のなんてもうほぼ他人なので、別にもう、こうね、厚明らなんかね、どうでもいいよっていう感じなんですけども、まあ、このまま三条天皇が目も見えないっていうね、なかなか仕事がね、進まないっていう状況の中で、え、意地でもね、天皇に残り続けられたら困るし。 ま、道長としても、とりあえずまず早くですね、え、この三条天皇の次の五一条天皇、自分の孫にですね、え、天皇やってもらった方がいいですから、まあ、そこは、その条件は飲んで、まあ、とりあえず一旦、厚明神のを東宮とするという条件で、三条天皇の退位が決まりました。それが昭和5年、え、1016年ですね。そしてその翌年に、え、寛人元年、1017年ですね、なんと42歳で、え、この三条天皇は、あ、この世を去るということになってしまいました。 はい。なので、まあ、ギリギリだったんですね。えー、病気の方もね。はい。まあ、失意のうちにこの世をね、去ることになった三条天皇だったんですが、まあ、自分のね、えー、このね、何としても次の天皇にしたいと思っていた、あ王子の厚明を東宮にするっていう状況を道なに飲ませた上でのね、退そしてまあ、崩御だったので、まあ、この時点ではね、まあ、良かったじゃんっていうふうに思うんですけども、なんとですね、三条天皇が死んでしまった後、おこの厚明はですね、自ら東宮を辞退するというね、 行動を取りました。これはかなり稀有な行為ですね。東宮が自分からもう自分辞めますみたいなね、ことを言うことっていうのはないわけなんですけども、アスラはもう東宮辞めますって言ったわけですね。こうしたことによって、もうそれまでね、何としてでもね、保たなくてはっていうふうにやっていた、冷静天皇の系統というのは断絶してしまうということになります。 それまでね、両党鉄立だったわけですけども、もう、冷静系の皇太子がいないので、えー、この後はもう一条系に一本化されていくということになってしまったんですね。本来ならば、冷静系の方が本流で、遠雄の方が中継ぎだったのにも関わらずですね、ここで遠慮系の方が本流になってしまったんですね。はい。まあ、これはもう道ならの勝利とね、えー、言ってもね、いいかもしれません。 夏ツアキラなぜね、その投稿を辞してしまったのか、まあ理由はわかりませんけども、こうね、えー、自分の父親がね、逆さまの王子としてね、えー、苦労していたのを見てね、まあ自分がね、お年もね、20代とかなってますから、あその状態で、えー、ずっとね、その小さい、ご、えー、一条天皇が成長し,していくのをね、ずっと見てね、待ってるっていうのは辛いなというふうに思ったのかもしれませんね。 まあこうして、えー、残念ながらですね、えー、冷静系は途絶えてしまったんですが、ただですね、まあ、あくまで途絶えたのは父系の方でして、えー、なんとですね、この清子が生んだ皇女ですね、はいまあ、道長が三条町に見切りをつけるきっかけになってしまったあ吉子内親王だったんですけども、この吉子内親王がですね、後に五三条天皇の母親になったことによって、このお冷静系も母系にはなるんですが、あその天皇の本流にまあ合流するということになったわけですね。 そして、この五三条天皇といえばですね、まあ、後に陰性というものを敷いてですね、摂、えー、関家の力を大きく弱めた白川天皇のね、父親に当たる人物でございます。まあ、このね、えー、三条天皇のと同じ三条を使っているわけですからね、五三条天皇は。 まあこの天皇のね、えー、称号というものはね、その放慮した後にですね、まあけられるものなんですけども、まあ生前にえ自分でね、こういう号にしてくださいみたいなね、あの、希望するっていうことが多いみたいで、まあ例えばあの、有名なのは五醍醐天皇なんかはね、醍五天皇がその申請を敷いたっていうことで自分も醍五天皇みたいなね、 え、こう、申請をしていた天皇ということで、五醍醐にしてくれって言ってね、まあ五大天皇の、まあ、が与えられたっていうのはね、有名な話ですけども。五三条天皇も無念のうちにですね、亡くなってしまったまあ三条天皇に対するですね、まあ思いみたいなのがあったから、まあ五三条をね、合、えー、することになったのかもしれません。まあそういうふうに考えると、いろいろとね、考え深いものがありますよね。 さあ、本日のお話はここまででございます。いかがでしたでしょうかえー、道長にね、翻弄されて、えー、決してですね、まあ、華々しい活躍はなかった、あ、条天皇でございますけども、まあ、そのね、えー、道長に対する姿勢とかね、えー、その意志みたいなものは、すごく強い人だったんじゃないかなということで、えー、ドラマの中でね、どんな風に描かれるのか、非常に楽しみでございます。 参考文献などは動画の概要欄に書いておきますので、えー、より詳しく知りたいと思った方は、ぜひそちらもチェックしてみてください。面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いするでござる。それではまたお会いしましょう。さらばなら。